アーマードコア6、前回に続きからプレイしていきましょう。これも見せてなかったやつだね。スマートクリーナーを倒した後、なんか敵来たから倒してくれって言われるやつの代わりのやつです。世話になったね。あんたを上層に案内する約束だが、その前に一つ掃除を頼みたい。誰かさんが暴れてくれたおかげで、うちの警備はボロボロだ。そこをついてくる商売敵のドーザーがいるのさ。ジャンカー・コヨーテス。連中は私らを目の敵にしていてね。いつも嗅ぎ回り、好きあらば噛みついてきやがる。侵入して荒らすだけならまだ許せるが、やつらは許してどうするわ、思うんだけどな。設置されたハッキングドローンをすべて潰さないと。これがね、俺迷ったのよ、めっちゃ。俺多分また迷うよ。なんとも卑しいことを考えたもんだが、その価値が分かってる点だけは褒めてやろうかね。さて、この状況はあんたのせいとも言える。はい、じいじい承知しております。はい、この子はきっちり守ってもらうよ。すいません。行こう。あ、また武器変えてない。まあいっか。ランデル出撃が連続してしまいましたが、せっかくの機会です。引き続き私がサポートします。せっかくの機会ですっていうの面白いよな。始めるよ。行こう。よし。もう苦手なんだよな、こういうなんか。あー、いっと。はい、あれか。よし、まず1個は。次。早速1つ潰したようだね。その調子で頼むよ。これ本当にね、適当にやるとさ、わかんなくなるんだよな。よし、2個。あ、くそ。姉さんだったらできるんだろうな、それ。それが怖えよな。衛星軌道からインフラどうやんの、それ。どうやんのでどうこうできるもんでもないんだろうけど。あと2機です。よし、そろそろカウンターの仕込みを始めようか。コヨーテスの連中はうちが開発したい。よし、はい。痛い。かわいい我が子が攻めてくるってのはなんとも複雑な心境だよ。だからこそあれじゃない、なんか防ぎ方とか簡単でもないんだろうけど、なんか。てか、むしろよくそんなさ、相手がどうこうできそうなやつで行くよな。よいしょ。はい、ほら、オッケー。よし、ちょっとメリーの怖っ。よいしょ。これで、あと2機だっつーんだけど。よいしょ。セキュリティ突破状況 OK。 だからその探すのが俺苦手な。あったあった。あと1個。俺、失敗はしてないけど、なんか難しかった気がするな。まあ、間に合うだろうけど。ドッグ !OK! よし。早いじゃないか、ミスター。早いかな?ついでにカウンタープログラムの感想だ。連中と主要取引先のサーバーを全部焼いておいた。
すごいよな。しばらくはおとなしく。待ちな。レーダーに敵へ。増援か。屋外からです。迎撃に向かいましょう。そっと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 。どっからだ。こっちからか。よし。やるぞ。ギガス。ギガス好きなんだよな。ちょっとした小遣い稼ぎのつもりだったね。野良犬を潰せるなら。こういうのって企業でもさ、なんかそういうのできるんだね。だって企業所属でしょ。はい、外したね。よいしょ。さて来るぞ、透明なやつが。本当にこいつら嫌いだわ。よいしょ。オーケー、次上がってますよ。また消えられたらめんどくさいな。よし、はい、そうしたらすぐにこっちに来るんだもんな、こいつも。やばい、やばい。ガード固めよう。弾全然ないんだけど。びっくりしたわ。よいしょ。よいしょ。やばいやばい。弾もないし、HP もねえし。もう殴りしかできないよ、俺。蹴りと殴りしかできないよ。これで突っ込むか、一回。よし。はい。ちょ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 。死んだ。弾なかったんだもん、仕方ねえだろう。とりあえずこっから始めれますよね。え、こっからでも入れる保険あるんですか。ちょ、ムカつくんでこれ。こっち使うか。こっち使うのと、あと直撃があんまりしなかったのもあるから、こっち使うか。弾薬の調整、ちょっとうまくやれるようになりたいな。もっとこう、あれなんだろうな。ほら、やった。証明してみろ。されたな、さっきな。されたわ、さっき。よいしょ。あれ、ちょっと待って待って。よし。来るぞ。マジでさ、こいつらがさ嫌いすぎて。ちょっと待って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 、死んじゃう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 。よし、今度難しいよな。どういう塩梅で倒していけばいいんだろうな。あんまり早く倒しすぎるとさ、あいつもさ。狙うか、後ろから。もうよし。別にね、
あいつらぐらいだったらいなせるだろう。はい、よし、邪魔、座れたわ。よいしょ、はい、よし、オッケー。どこだ、向こうか。よし、邪魔者は消えた。はい、てめえだ、野良犬。弾数なあ、こっちの、てかどっかで補充できんのかな。俺がそ、多分見逃してるだけなんだろうな。さすがにこれ補給なしはきついよね。だってこいつらでも結構使うもんな。おい、おい、よし、これで勝ったと思うんじゃねえぞ。終わったみたいだね。あれについてはうちの技師たちで調べておこう。あの透明なやつ、やっぱあれかな。不明機体は暗号通信を行っています。アーキバス、アーキバスじゃない、オールマインドの関係っぽいよね、多分。なんだっけ、ケイトなんちゃらちゃんの時も来たしね。新着メッセージ一件。メイラムの依頼を確認してルビコンにはきな臭い連中も、ひとまずこれだけで返してくれんの、普通に優しいよな。米軍、不明機体が行っていた暗号通信を解析しました。うん。あなたをリリース計画の危険因子と。リリース計画。リリース計画とは一体。あれかな。オールマインドがなんかいろいろデータ収集とかしてたけど。それ関連だと思うんだけどな。海越え久しぶり、久しぶりでもないけど、俺はやったけど久しぶりだし、ついでにあれやっとくか。あ、違う違う、ブリーフィングはいい。アセン変えて、あー、何が一番稼げるんだろうな。あれ、ミサイルガン積みでいくか。ミサイルガン積みで行こうか。道中はほぼほぼ無視で。あなたと出撃するのは。オッケー、行こう。俺でもあれ、避けられないんだよね、上からのやつ。あ、避けんの苦手なんだよ。こっから始まってる意味が分かんないんだよな。結構遠くまで来たと思うんだけどな、前回。開けてくれ。はい。リフトで登った先はグリッドのてっぺん、外角に当たる区画だが、残念ながらそこは私らの縄張りじゃない。わかるかい？封鎖機構が衛星軌道から睨んでやがるのさ。封鎖機構ってか、ものすごいスピードで上がってんな、これ。すごい、右見たらすごいスピードで上がってるけど、これだけで結構な G かかってこない。大丈夫なのかな。よし、行くか。狙撃めっちゃ怖いよな。よっと、はい、オッケー、ジャンプ。ここからは隠れる場所はなさそうだね。よいしょ、あ、避けれるな、全然いけるな。
まさか来た人だ。オーケー、全然余裕だったわ。やるじゃないか。いけるもんだね。よいしょ。はい。いた。ついでが過ぎる。これめっちゃあれなんだよな、なんか赤い何かを飛ばしてきてんだよね。あれコーラルじゃないよね。いった。このイカは何なの？片付いたみたいだね。オッケー。これ回収して。あれです。あとはあんたがそいつに乗り込む。よし、飛行。適正反応。来たぞ、シースパイダー。苦手なんだよな。この機体は。あんた、まずいわ。よいしょ。新兵器。はい。スパイダー型。6年目。はい。その6でもない研究をしたのだ。おそらくウォルターなんだもんな。ウォルターっていうか、まああれだよね、この連中というか技研なんだよな、多分カーラも。よいしょ。はい。やばっ。なんかあんまりダメージ入ってないな。ほら、はい。やばいやばいやばい。はい。なんで飛ぶことを知らないんだろうな。飛びそうじゃない？飛びそうでもないか。まあでも、そ、あ、やべ。ごめん、あんま見てなかった。あんま見てなかったわけじゃないけど、なんかぼーっと見てた。よくないね。よくない。肩だけ変えるか。やっぱ。やっぱこれなんですよ。強いんだもの。ん？あ、違う。違う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 。よし。あ、OK。手はこれでいいか。手はこれでいいかな。微妙な気もするけど。よし。適正反応。ほいよ。ほら、ぶち込め。はい。まずいのに絡まれたよ。よいしょ。新兵器、新スパイダー型。はい。ロックでもない技研の一産が、少なくとも、ウォルターは技研。ってほどでもないのかな。あ、でも半世紀とかそのレベルだったもんな。あ、でもそうか、年齢的には技研なのかな、ウォルターも。よいしょ。ういって、飛ぶなよ。よいしょ。もう悠長なこと言い過ぎなんだよな。よいしょ。あともうちょい。やば。ちょっと危ない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 。よっと、オッケー。
ーラーにしては足が足りないんだよな。イカでもタコでも足りないんだけど。面白いものを見せてもらったよ、ベジタ。さて、本来の目的に戻ろうか。さっさとコンテナに乗り込みな。はいよ。操作はこっちでやる。シースパイダー、結局2周目とか3周目でも苦戦すんの本当にダサいな俺。自分で言うのもあれだけどさ、やっぱダサいよね。スマートに決めたかったよな、ここは。オッケー。色変えようかな、そろそろ。ウォルターから。アーキバスはベイダムもお前の先行調査を受け、追いついてきたら場所が変わる。お前はそれ。よし。レイブ、インテグレーションプログラムを調べていたところ、興味深いものを見つけました。どうした？どうやらオールマインドは、まだ世に出ていない新型機体の情報も集めています。世に出ていない？裏口は作っておきました。中身を覗いてみましょう。ああ。残り3つ残ってたやつのことか。そういうことか。はい。ということで、じゃあ次回これやっていこうか。秘匿対象スティールヘイ。あ、これあれか、あれじゃん、ラスティが最後乗ってたやつの話か。なるほどね。じゃあ次回これやっていきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。